彼らをそこに残して私は立ち去った。不安が湧いてきた。彼の弱々しさとやつれ方とが頭に残っていた。すべてを投げ出しているような千代子の態度も気になった。彼女の冷淡な言葉と彼は言っていたが、おそらく彼はそれによって文字の意味とは違ったものを表現していたのだろう。危ない、と。 私は思った。しかし、彼のような男が自殺する。この考えは、私には、なんだか滑稽にさえ思われた。いつ死んでもいいということは、いつまでも生きていてもいいということに他ならない。それは、自然に任せるということだ。自然に任せるということは、意思的な自殺などとは、およそ対照的だ。 忘れよう。私は忙しかった。しかし、ともすると彼の姿が頭に浮かんでくるのだった。それが仕事の邪魔となった。私は眉をしかめて彼に質問した。お前はあんな女のどこがいいんだ単純な無知なああいう種類の女は性に対して盲目であるとともに死に対しても盲目だ。 流れに乗った浮草だ。その浮草にすがって一緒に押し流されることについて、お前は一体何を発見したのだ。つまらない干渉を捨てろ。君が解いているのは全て理屈だ。僕はただ事実だけを知っている。僕と彼女とは愛し合っているのだ。愛は理知的なものではなく肉体的な秘密だ。例えば、 抱き合って唇を合わしてみたまえ。そのままで30分も1時間もじっと持ちこたえられて、なお名残が惜しまれたら、本当にお互いが愛し合える。嫌気がさすようだったら、愛し合えない証拠だ。性欲的行為などは問題ではない。肉体の体質、そこに愛の秘密がある。この秘密を掴んでる者にとっては、 成果しかは問題ではない。それを僕は発見したのだ。物理的で、しかも運命的な愛が世にはある。それにしても、お前自身はどうだ仕事をしたい、生きたい、そのための経済的整理ではないか。成果しかは問題でない愛があるなら、それを自然に生き延びさせるためにでも、なぜ働かないんだお前のような日々を送っていては、 経済上の行き詰まりに当面するのは、初めから分かっていたことだ。行き詰まってから慌てても間に合わない、他人の助力によろうとするのは、卑怯な態度だ。またも、君は理屈をしか解かない。僕はもう、理屈には飽き飽きした。人間の生産力、精神的生産力には、塩に似た看板がある。その看板と外部的な不幸とが重なったときに、 多くの芸術家は餓死し、あるいは自殺した。僕がもし艦長の状態のままであったら、経済上の整理などは図らなかったろう。満潮に差し掛かったとの自信があったればこそ、仕事をするために不愉快な奔走もしたのだ。僕がかなりデタラメな日々を送ったというのも、早く満潮を起こさせるためであった。だが、時期が少し食い違ったのだ。 この食い違いがどうにもできないような世の中なら、無理にアクセスすることはない。僕に本当に働かせてくれないような世の中なら、こちらからごんをこうむるだけだ。よろしい、わかった。だが、お前は本当に死ぬ意思を持ってるかどうか、それだけの決意がお前にできるかどうか、はっきり言ってみろ。そこで返事はなく、 私は一人取り残された。彼の姿は消えてしまっていた。私はあまり残酷な言葉を発したのだろうか。こういう風に使われた意志とか決意とかいう言葉が私自身に突き戻されると私はある憤りを感じて不機嫌になったのである。死ぬための、おう、私は 彼に謝りたい気さえした。会うたびごとに彼が次第に元気をなくしていくのが見えた。沈痛な陰影が彼に被さって次第に濃くなっていくようだった。私は心配になって彼の経済状態をいろいろ調べてみた。そして驚いた。思ったよりひどかった。 あちらこちらに不義理が重なっていたし、卑屈だと思えるような負債もあったし、ことに私の注意を引いたのは、他人の借金を引き受けて負担していたもののあることと、次第に専門の金貸しからの負債へ他の負債を移して行きつつある傾向だった。もっとも彼の身分地以上、全部の負債を合しても、そう多額に上るものではなかったが、しかしまたそれだけ、 専門の小売の負債へ移し替えようとする傾向は先の見通しをつけない無謀なものに思われた。ある捨て鉢なものがそこに見られるようだった。古くからの状態を調べてみると、ちょっと借金をした第一歩がいけなかったらしく、信用制度の経済組織の落とし穴にずるずると深くはまり込んでいったものらしい。せめて、 現金制度を検守していたら、精神的生産力の干長に際して、彼は果たして餓死したであろうか。先の見通しのない無謀なやり方について、彼の考えをなおはっきり確かめるために、私は千代子の方をそれとなく探ってみた。彼女もひどく困っているようで、呉服屋への支払いなども滞りがちだし、 父屋の門もくぐっているらしかった。ただ、私によく腑に落ちなかったのは、近頃彼女がひどく体を大事にしていることで、酒を慎み、食べ物に気をつけ、指先のささくれにも手当てをしていた。この点では彼も同様で、不尿意のためからばかりでなく、好きな酒を接し、タバコも接しようと努力していた。これは、 見方によっていろいろに考えられることだった。しかし私は彼のことにばかり関わってはいられなかった。彼のために仕事の邪魔をされることさえ困るのだ。心配にはなるが、もうしばらく様子を見てるより他はなかった。仕事について考えながら池の淵を歩いていると、おい と、私の肩を叩いたものがある。池にはまだ蓮も、もも、芽を出さず、平らにしっとりよどんでる水面に、神栄と町の人が半々に移ってちぐはぐな瞑想を誘うのだったが、それから目を上げて振り向いてみると、彼が立っていた。君でも、こんなところを散歩することがあるのか。不思議そうに、 私の顔を見て微笑した。が、私にも彼のその晴れやかな顔が不思議に思えた。この前よりひどく痩せていたが、陰影が取れたようで目の光が澄んでいた。どうしたのだと聞くと、10日間ばかり徹夜の形である仕事を済ましたという。仕事の義務だけは果たしたいのだ。それが、 彼のいわゆる本当の仕事かどうか聞きたかったが、彼の晴れやかな表情だけで満足して、私は黙っていた。すると、面白い発見をしたと言って、彼は嬉しそうに微笑している。私は、またかと思ったが、全く別なことだった。徹夜をして、夜がほんのりと明けてくるとき、スズメの声を聞くのが、実に、 嬉しかった。と、彼は話す。彼の書斎の窓際に、大きなシイの木があって、それに、たくさんスズメが来た。夜明けに一番早く目を覚ますのは、スズメらしい。そして、目を覚ますと、すぐに、楽しくさえずり交わす。彼は、そのスズメたちのために、窓の外の日差しに米粒をまいてやった。いつの間にか食べてしまう。 しかし、人が覗いているうちには、決して近寄らない。いくら鳴らそうとしても鳴れない。ところが、仕事を済ました朝、彼が方針の手で突っ立って、ぼんやり夜明けの空を眺めていると、スズメがすぐそばまで来て、米粒を拾っているのだった。気がついて目をやると、スズメがパッと逃げてしまった。偶然の一致だろうと、私は言った。 偶然じゃない。自然界はそうしたものだ。彼はそれを信じきっているらしかった。そしてその発見がとても嬉しいという。そんなことを話しながら彼は私を誘った。品料理のさっぱりしたものだけでラオチューを飲むのだと。金が少し入ったから心配はないという。そして連れ立って歩いているうちに、 ばったりと、まるで、足の骨が折れてもしたように、彼は、つまずいて倒れた。手を貸してやると、すぐに起き上がったが、目にいっぱい涙ぐんでいた。私は、目をそらした。芝居や映画などで、いつも私のことを泣き虫だと言っていた彼だ。かつて、涙を見せたことのない彼だ。気がついてみると、 彼の歩き方はふらふらして力がなかった。よほど無理をして仕事をしたに違いなかった。普通の日本座敷で、シタンの宅で、二三の料理にラオチュウを飲んでるうち、彼は寂しい顔をして、呼んでもいいかと聞いた。千代子のことだ。私は、わかってはいたが、黙っていたのだった。 彼女は、黒襟のかかった普段着でやってきた。やはり、ほがらかそうだった。一体私は、ひどく頼りない感銘を彼女から受けるのだ。なんだか、磨きの足りない、電報肌の気まぐれなほがらかさが、そうした感銘を与えるのかもしれないが、私は、それを飛行機だと冗談に言っていた。いつも飛行機に乗っているような彼女と、 元来はのんびりしたものにこだわりのない彼とは調子が合うのかもしれないが、それがどちらからも一途に心を寄せ合うと、これはどうにもいけないと私にも危ぶまれるのだった。彼は雀の話を彼女にもして聞かせた。彼女は何か心を打たれたようでしばらく考え込んでしまった。 四五日か一週間旅をしよう、と彼はいかにものんきそうに言っていた。大丈夫ですかと彼女は尋ね、大丈夫だと彼は答える。お金のことらしい。そうしてもう相談が決まってしまった。これはめちゃだと私は思うのだった。そんな場合じゃあるまい。しかし、漠然とした聞くが、 私を捉えていった。その菊を打ち消すことで、私は憂鬱になった。そこを出て池の周りを散歩するという二人に分かれて、一人になると私はなぜかうなだれて考え込んで歩いていた。あの二人を幸福にしてやりたい。勝手なことをしている彼らではあるけれど、 真面目な仕事と生活等を成し得る彼らだ。そんなことを私は思い、漠然とした反発心を世の中に対して抱いていた。社会の精度が重すぎるのではないか。その夜遅く、彼が姿を現した時、私はひどく悲しい気持ちになっていた。それは別離の悲しみに似ていた。 旅に行くのか行こうと思っている。死ぬのではあるまいね。安心したまえ、僕には死ぬというような意志や決心は持てないのだ。しかし、自然の死は致し方がない。反発しようという気はないのか何に対してだ僕は自然を尊ぶ。反発によって自然を歪めたくはない。 自然に逃げ込むのは卑怯だろう。あるいはそうかもしれない。人生は人意だからね。しかし、いろいろなことに面倒くさくなると、純粋な自然というものが考えられてくる。それは、意志の喪失だ。僕にとって大切なのは、威力より感性だ。金獣になれ。よりも、赤ん坊になりたい。 そこで彼は非常に微妙な笑みを浮かべた。私はそれに見覚えがあった。一時間も二時間も寝そべって空の雲を見てるとき、庭の蟻を見てるとき、遠い昔の夢をでも思い出したらしいとき、彼が無心に漏らす微笑だった。また、膨らんだ髪入れを懐にしたときの微笑だった。 そんな時彼は実用的なものよりも不要なものを多く買った。ある時彼は高さ一畳余りの大きな自然石。見ようによっては狸が立ったようにも見える得体の知れぬ石をしきりに買いたがったことがある。何にするのかと聞くとやはりこの微笑を漏らした。私はそれに対して ともすると、苛立たしい気持ちになるのだ。今も私は、ある苛立たしさを持って、彼の顔をじっと眺めた。彼の晴れやかだった顔が、急に悲しそうになった。とっつきを失いながら、立ち去りかねてる悲しみだ。バカと、私は怒鳴った。そして、消えゆく彼の後ろから叫んだ。 死ね死んでしまえ泣き虫だと彼から笑われた私は、不覚にもまた涙をこぼした。厄介な彼、邪魔な彼、自分の半身の彼を私は愛していたのだ。